野外入浴セット2型の浴槽。隊員のユーモアとして、湯口には竹筒が付けられている野外入浴セット2型は、陸上自衛隊が保有し受品化が運用する装備。東日本大震災の際に、第15旅団が設置した野外入浴セット2型。チムグクルは、琉球語で、思いやりなどの意味野外入浴セット2型は、屋外において、敬意に入浴をするための装備品である。 導入のきっかけは、日本航空123便墜落事故に対する災害派遣である。その際、製作会社からボランティア提供を受け使用したところ、隊員の指揮維持、向上に有効であったとされ、正式採用に至った。また、伊勢湾台風における災害派遣で急増した簡易風呂が好評であったため、1970年に採用を決めたとする説もある。 73式大型トラックにて、目的地まで牽引し展開し、運用は、方面広報支援隊補給中隊のほか、師団広報支援連隊や旅団広報支援隊の補給隊などが行う。阪神、淡路大震災や東日本大震災などの災害派遣においても能力を発揮した。隊員のユーモアとして、入り口には、 拡大手製の、の湯などののれんが掲げられることが多く、海空の自衛隊も、災害派遣で、館や、基地の入浴施設を提供する際に、同様ののれんを掲げることがある。野外入浴セット二型第百一補給大隊、軽の湯第百二補給大隊、立ての湯第百三補給大隊、東の湯第百四補給大隊、袋の湯第百五補給大隊、 はがくれのゆだい1広報支援連帯補給隊、練馬のゆだい2広報支援連帯補給隊、大雪のゆだい3広報支援連帯補給隊、六甲のゆだい4広報支援連帯補給隊、博多美人ゆだい5広報支援連帯補給中隊、熊のゆだい6広報支援連帯補給隊、花笠のゆだい7広報支援連帯補給隊、鈴蘭ゆだい8広報支援連帯補給隊、 日の国の湯第9広報支援連帯補給隊、青森ねぶた温泉第10広報支援連帯補給隊、終わりの湯第11広報支援隊補給中隊、札幌も岩の湯第12広報支援隊補給中隊、神奈の湯第13広報支援隊補給中隊、もみじの湯第14広報支援隊補給中隊、工房の湯第15広報支援隊補給中隊、ちむぐくるの湯、 ビュラ島の湯受品共同体、松戸の湯津島警備隊、山猫の湯、ありがとうございます。